佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第122回目の放送です。さあ今夜もまた素敵なゲストの方が登場です。この後楽曲をね1曲聴いていただきますけど、とちぎーずという、栃木のねミュージシャンの方と結成した、1回しか結成してないんですけどね、そのメンバーでもある菊田光希さんというドラマかつパーカッショニストが今夜のゲストとなります。そしてメッセージテーマは夏の暑さ対策、あなたからのたくさんのメッセージをお待ちしております。この後早速1曲聴いてもらうかね。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。さあまず曲お送りしましょう。オープニングでもちらっとお話ししましたが、今夜のゲスト菊田光希さんとセッションいたしました楽曲です。2022年に行われるいちご一会とちぎ国体いちご一会とちぎ大会のテーマ曲、いちご一会。夢の感動へ、感動を未来へ、心を一つに、夢を分かち合える、ときめきを胸に、情熱を大地に、輝き、メリーベリーゴー。
お送りしたのは佐藤ひろ子×新井ちゃん×菊田光希で一期一会でした。この後ゲストさんの登場です。佐藤ひろ子でしょう。さあ今夜の素敵なゲストの方お招きしております。早速ご紹介いたしますが、まずはね、自己紹介をお願いいたします。こんばんは、菊田光希と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菊田光希さんといえば、実はこの番組の中では栃木ズという勝手なユニットを、ありましたね。やりましたよね。やりました、やりました。覚えてますか？覚えてます。今日は栃木ズ特集で勝手に流しますから。 ありがとうございます。流しておりますのでお楽しみいただければと思いますが、そのパーカッションを担当していただいた菊田光希さんです。はい、そうです。どうも。普段はでもドラムがメインなんですよね。そうですね。で、時折パーカッションもやる。そうですね。最近割とパーカッションの方が多くなってきたかなっていう感じですかね。それはなんでですか？そのカホンっていう楽器なんですけど、そのまあ魅力に気づいて、ドラムよりも意外とこう物が少ない分可能性は逆に大きいかなとちょっと思ったりした。ああそうですか。まあ物っていうか、ただの、カホンってただっていう言い方おかしいですね。箱ですね。箱。箱、木箱。はい。ちょうど椅子にするとちょうどいい高さですよね。花本の人は椅子がいらないっていうのがね、利点ですね。あ、でも私もそういえばうち花本あるんですけど、使ってないな。椅子にし忘れてる。もったいないですね。いや、椅子にする、ちょっとしたテーブルにする、最高。一人分ね、座れますよね。そう、最高の高さなんですよね。その木箱の魅力、その栃木ズのセッションの時にも、そこでは新井さんというギタリストの方と3人でコラボレーションさせていただいてますけど、光希さんはカホンとちょこっとシンバルとかも叩いてますよ。小物系、ね、はい、小物シンバルと、あとウィンドチャイムですか。あ、ウィンドチャイムだ、キラ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 、そっか。なので、パーカッショニスト、ドラマーとしての活動ももちろんされているんですけど、実は何と言っても、もちろん栃木ズの話してもいいんだけど、私は個人的に今年やっぱ光希さんと、もう深く関わりを今後持つだろうというね、事件がありましたね。はい、ありましたね。なんと光希さん、お庭のお仕事をされているということで、佐藤家のお庭を今後やっていただけることになった。よろしくお願いします。ありがたいですね。なんという会社になるんですか？株式会社福寿園グリーンサービスという会社をやらせていただいています。名前から伝わるこの緑に関する仕事をしそうな感じ、これ会社はどちらにあるんですか？宇都宮市の、駅に近いところの今泉町っていうところにあるんですけど、でそちらに会社を構えていて、で今一応代表者ということでやらせてもらってます。ってことは社長ということですね。ちょっと社長来ちゃいましたよ、ついに。すごくちっちゃい会社なので、あまりね、そんな大威張りに社長というほどでもないんですけど。いえ、この番組専務とか広報担当の方は結構いらしていただくことが多いんですけど、社長なかなか来ないんで。そうですか。ありがたいですよ。普段どういったお仕事してるんですか、社長？いわゆる社長業じゃなくてもね、簡単に言えば植木屋なので、普段は植木のお庭の手入れだとか、木の伐採とか。で、夏場圧倒的に多いのは今ね茂ってますけど、公園とか河川とかの草刈りですね。公共の仕事でやらせてもらったりしてます。私てっきり役場の方がやってるのかと思いました、そういう公共の場のやつって。役場の人がお金を出して、うちらの業者がやってるっていう感じですかね。そうなんですね。なんか植木屋さんって聞くと、ここおばあちゃん家とかの植木をやりに来てよく来てくれてた、しげるさんっていう方が、しげるさん、なんか、しげるさんってすごい植木屋さんっぽいですよね。そう、もうでもしげるさんっていうおじちゃんがいて、でしげるさんだけが唯一佐藤家の
何ですかねこう植木や木の周りをやってくれてたおじちゃんなんですよ、うんうんうん、だからその方亡き今ちょっとこうつながりもなく結構困り果てていて、うんうん、でその茂さんは何だろうなもう気がつくとこっちがお願いする前に気がつくともうやりに来てくれるというか、うん、え見てたっていうぐらいすごくうち自分家のこと自分家の木のことなのにすごく詳しくて、うんうんうん、もう任せきりというか、うん、昔の植木屋さんってそんな感じでしたね。本当に家と密着に結びついてるっていう、うん、本当に庭師っていう感じの人ですかね。あ、庭師、はい、そう、うん、今の方は庭師って言っちゃダメですか。まあ、中にはそういう方もいらっしゃいますけど、まあ、今はねやっぱり公共の仕事とかいろんなのやってるので、ね、まあ、植木屋さんというより、まあ、造園屋さんとかあそういう方が多いですかね。どっち寄りなんですか、造園寄りなんですか、植木寄りなんですか。どちらかというと普段植木のね、あの剪定なんかが多いんで植木屋さんですかね。っていうことは高い木の上にも登る。はい、もちろん、20メーターぐらいの高い木に登ったりもします。ちょっと、20メートルってことは例えばイチョウの木とかあとは土地の木とか、はいはい、ああいう大型の木ですか。そうですね、うん、まあ、公園とか山の中とかいろいろですけどそういうところ、まあ、登ったりあとは高所作業車っていうのに乗って高所作業車上までビューンってこう伸びていくようなですね。ボックスの中に入って、ねね、はいはい、ちょっとパッと見楽しそうなやつですよね。そうですね、上に行けば行くほど楽しくなくなりますけど、ガタガタブルブルになってきて、あれって何メートルぐらい、その機械によってなんですけど、まあ、大体10メーターから伸びるやつだと30メーター近くまで行きますね。うわーすごい。それって例えば林業をされている方々っているじゃないですか、はい、山の木々を結構、まあ、守ったりとか、はい、そういうところにも出向いたりはしないですか。まあ、林業の方っていうのはどちらかというと伐採っていうのが多いんで、まあ、どちらかというと下で作業の方が多いですね、うん、あうちらの場合はやっぱり剪定って言って下から切るのではなくて、うん、枝を全体的に整えたりするんで、うん、そうするとやっぱりこう高いところにその箱で登ってって、うんうん、でこう切って上から切っていくみたいな。なるほど。ちょっとね想像が私はつかないことがたくさんあるんですけど、はい、なんだろうな、一回ね自分家のお家の木ぐらい、はい、自分でチョキチョキしようかなと、はい、もう見てて簡単そうに見えますから、はいはい、そしたらですね一生葉っぱが生えてこなくなったエリアがあるそこ私家住み始めてそこの家8年間住んでた場所があって、はいはい、そこの木の何の木なんだろうあれな。で結構序盤だから、まあ、結果6、7年ぐらいもうちょっと生えてこない、はい、ハゲちゃんゾーンっていうかなんつか丸米くんみたいな、なんかぷこって穴ぼこ開いちゃったとこがあるんですよ。そういうのって何が違うんですか。まあ、やっぱりその木の種類とかによって例えばあんまり深く切っちゃいけないものとかこの時期に切っちゃいけないものとかそういうのが多少あるのでその辺が、まあ、比較的どう切ってもいい木は多いのだけれどもやっぱりそのプロと素人さんの差でそういう見極めでいつ切っちゃいけないものとか、深く切っちゃいけないものとかそういうのがあるんでどうしてもそれをやっちゃうとそういうハゲが出てきちゃって。ちなみにその深く切っちゃいけないってどういう状況なんですか。例えばその木が伸びているとして、うんうん、先っちょの方で切るのはいいんだけどあんまり元の太いところで切っちゃうと枯れちゃいますよとか、はあ、そういうことですかね。それだ、うん、なんかね母が結構大胆に切る方すぐチェーンソー貸してくれるんですよそれはまた極端な。で何も背丈ぐらいにすればいいんだよみたいなだからまあ私が届く、私身長160なので140センチとか30センチぐらいにせいって切っちゃったりとかして、うん、まあ、一生生えてこない感じに切り株みたいになっちゃってるやつもあってそういうのがまさに深く切らない方が良かったっていうことになるんですね。そっか、木によっては、まあ、その深く木の枝元、うんあたりから切ってもまた小枝がピピッと入ってくるのもあるんだ、うんね、あとはその時期によって、うん、この時期だったら切っても大丈夫ですよっていう時期があるんで、うん、やっぱり違う時期にやっちゃうとそういう枯れになったりとか。ちなみに今の時期、夏場、夏シーズン8月
今や今切っちゃいけない剪定しちゃいけない木って何かありますか？今は基本的にやっぱりこう暑い時期になっちゃうと、うん、やっぱりその切った後にそこからこう新芽とかが出てくるんだけど暑さで負けたりするんで基本的にあまり切らない方がいいっていう時期ですね。そうなんだ。なんか猫とか犬は今毛いっぱい抜けるじゃないですか、うん、同じ感じなのかなみたいな違うんだそうですね。へえ面白い。じゃあやっぱそういうこの木はちょっと例えば弱いからもうちょっとじゃあ涼しくなってからねなのか、そうですね、暑くなる前、うんうん、なえって感じなんですね。まあ涼しい時期に切った方がいいものが多いですよね。あそういうものなんだ、ね、でもまあこの時期作業大変じゃないですか。まあ本当にねあの梅雨が明けた途端にねものすごく暑くなってきちゃって、まあ、大変ですですよね。まあ梅雨は明ける前から暑かったけどなそうか。じゃあやっぱりえ暑さ対策とかってどうしてるんですか、うん、今やはりあの、ね、日本も亜熱帯になってきてるっていう状況で、うん、やっぱりその全体のその業界の流れとしても、うん、あの必ず熱中症対策はしましょうっていう、もう全体にこう、まあ法律とかあるんですか。そうですね、だんだんそういう風になってきてるんで、そう、もう定められているんですね、うん、そうですね。やっぱりそれを怠って従業員の方が熱中症で倒れたっていうと、うん、やっぱりちょっと罰則になったりとかってことがあるんで、もう今は熱中症対策として例えばうちも今年から導入してるんですけども、うんうん、ベストにファンがついたこう、ね、扇風機みたいなのがついたの、うん、それでこう体の中がこう冷たい空気が循環して、まあ、暑さよけになるって、うん、それを導入して、まあ、実際にすごくいいですね。それちょっと仕組み私見たことないんで分かんないんですけど、えファンどこでモーターというか回るんですか？充電したそのバッテリーみたいのがは、うん、あってその先にこうモーターがついてファンがついてて、で充電をあらかじめしといて、そうすると、まあね、6時間ぐらいはこう持つような感じで回ってくるんですよね。そのベスト直帰みたいなののファンは一直帰につき何ファンついてるんですか？通常は多分2ファンだと思うんですけどね。2個、うん、どこに？背中側の両側、右と左に。背中の、私勝手になんか前かなと思ってた。後ろなんだ。後ろからこう、まあ、空気を取り込んで、それがこうベストの中で冷たい空気が回るっていう感じ。へー、まあ、こんな言い方あれなんですけれども、まあ、可愛いキャラクターたちが意外にね熱かったりするじゃないですか。可愛いキャラクターの動くご当地の動く可愛いキャラクターたちあるじゃないですか。まだはっきり言えないんですよ、はいはいはい、彼らなんかは比較的それを導入してるっていう噂は私は念を聞いてるわけなんですけど、要は中でずっとファンが回ってる、それと同じようなやつなのかな。ただ外気を取り込まないと多分冷たい空気が入ってこないんで、いわゆる、ね、彼らの外側のところに見えないようにっていうのは結構厳しい、見えてないと見えちゃダメですもん ね。あ、またじゃあ別のもしかすると規格のものになってるのかもしれないんだ、うんうん、へ、まあ、あとはこう冷たい素材のいろんなタオルとか今の下着とかそういうのがあるんで、うまくそういうのをねこうどう合わせながらっていう感じになります、ね、なんか寝具でも今いろいろね冷たいやついっぱいあります。あれいいになります。もう本当にシーツとか枕とか自分も今導入してますけど、すごくいいですね。某ね家具屋さんのメーカーの、あそれすごい気になる。すごくいいですね。いや一番新しいやつですか？はい、あれ超と普通のやつと、まあ、3段階ぐらいあるんですけど。ありますよね。で腸のやつ使ってるんですか？腸のやつ超いいですね。ひんやりします。いや私ネットで注文しようかなと思って、あれ1万円以上購入すると送料無料なんですよ。だから買っちゃおうかなと思ったんですけど、待て寒すぎて寝られないって可能性あるなと思ってそんなことないですか？そんなことはないでしょう。やっぱねエアコンつけなければね、結局外気は暑いので。そっかそっかそっか、うん、これね手入れた瞬間寒っ冷た風邪ひいちゃうクシュンみたいなまあそこまではね、そこまでではない、うん、あそうなんだ、まあね、でもああいうものの素材を、うん、まあ、例えば作業の現場に取り入れたり。そうですね、うん、濡らすと冷たくなる素材とか今すごく多いんで。 あるあるある、うん、
それこそ100均とかにもいっぱい出回ってますよ ね、うん、すね。今は本当にそういうのを惜しまずに使わないとやっぱ熱中症を、ね、乗り切るのにですね。そういうのを駆使しながら夏場でも外仕事、そうですね、やらないわけにいかないので、例えばね草刈りしてると草は伸びて伸びるのを待ってくれないので、本当そう、ね、元気、うん、やるしかないので、結局それにはね、それに、ね、倒れないようにそういう対策をしないとってところですね。私ちょっとこれ勘違いだったら申し訳ないんですけど、はいはい、うちちょっと軒先が伸びていて、軒のなんか日陰になっているところの方が雑草多い感じするんですけど、はいはい、今日ですね、収録の今日を、はい、さっき除草剤回した時に、はい、日向と日陰だったり日陰のところの方が応募だったんですよ。これどういうことですかね。いや多分それは日陰日向ではなくて、はい、周りの多分環境、はい、そっちの方に多分近いところにこう草が飛んでくるような要素、どんな要素や、あ、うん、その近くにそのいっぱい草が生えてるところがあると、それで種が飛んできて草生えると、通常なら日陰の方が草は生えないよね。そうですよね、はい、そうなんだ。なんかちょっと私が思ったのは、その草雑草たちも今のこの世界の暑いという日本の夏に耐えられなくなってきてるんじゃないのかなってちょっと思ったっていう感じですけど、うん、そんなことない、うん、そんなことなくて、はい、失礼いたしました、うん、どちらかというとその暑さに合わせて暑さに強いものが残って生えてるっていうことですかね。はい、だからどんどんこう外来の夏に強い草が通常のね今までの日本のものよりも繁茂してたりとか、そんなことがあって、日本がだんだん亜熱帯化してるっていう、まあ、象徴って言います。そういうものなんですね。いやちょっと庭事情とかって私もなかなかこう知らないことがいっぱいあるので、まだまだお話聞きたいんですけど、なんと、はい、お時間です。ららら、いやまだちょっとルーツとかも全然聞けなかったのでもしお時間大丈夫だったら、はい、次週もお付き合いいただいてもよろしいですか。わ、はい、かりました、大丈夫ですよかった、ありがとうございます、嬉しいです。といったところで今週はこの辺でお別れになります。今週のゲストは株式会社福寿園グリーンサービスから代表の菊田光希さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。君が君を傷つけない、走り出した
りしたのは佐藤ひろこ×新井ちゃん×菊田光希で君は一人じゃないパート2でした。今夜のゲスト菊田光希さんいかがだったでしょうか。この方本当にね、木々のように庭に植わっている木々のように柔らかく優しい方なんですよね。ぜひねお庭のこととかもそうだし、外交だったりとかね、ちょっとお家の外のところで、お家の外だって自分のお家ですからね、そのあたりのことで悩んでいるとか、管理とか大変、雑草とか虫の大変とか、なんかそういうお悩みがある方はぜひ宇都宮市にあります福寿園グリーンサービスさんへお問い合わせください。さてこの番組ではラジオを聴いているあなたからのメッセージをお待ちしています。今月のメッセージテーマは夏の暑さ対策です。コウキさんからもね、暑さ対策とかもねお話を伺って、してるわけなんですけれども、ラジオの前のあなたはどんな暑さ対策をしているのでしょうか。ぜひお聞かせください。そして、終わりになりますが、私のライブ情報、やったー、久しぶりのライブ情報です。8月の8日日曜日に茨城県でライブを行います。茨城ミュージックフェスタ2021、場所は偕楽園水戸門の前です。イベント自体は12時から行っていて、私の出演時間は14時20分頃、午後2時20分頃からのステージです。物販なども行いますので、ぜひとも皆さんお集まりください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。しかない。